味ロジ寺味キロジ,ジ,キロジは、京都府京都市東山区にある長屋である。明治時代末期に建てられた京町家で、12軒が連なっている。かつては、祇園の芸者が生活していた。老朽化が進んだこともあって長年空き家であったが、かつて長金と尻尾焼きに没頭した経験を持つ、大屋の、ものづくりなどに頑張っている若者に、 都の意向で2004年から若い職人たちに貸し出され、彼らの住宅、工房として利用されているが、週末には店舗として営業しており、近年は観光客も足を運ぶスポットとなっている。味じとは、大屋の女性の名前から取られたものであるという。麻生美琴の漫画、路地、連歌は、当地をモデルにしている。清水五条駅あじ路地。日本テレビ。 2014年1月9日閲覧。オカミリサ、週刊町ブラーじき路地長課が育む、若手職人、朝日新聞2010年10月17日付32面、ABCD 味気路地についてウェイバックマシン、AB、ライフ夢の形、昔ながらの路地を守り続けるお母さんの夢の形。朝日放送。2014年1月9日閲覧。浜田奈美。 京都で、よそさんになる町屋で、食住一体の暮らし、あえら第二十巻第五十五号、朝日新聞出版、二千七年十二月十日。三十九から四十三ページ。証拠入れてな、平成流刑の生き方。読売新聞、二千十四年一月九日閲覧。幾田和あじきろじ十年目、歩みかい若手作家が、創作活動、共同生活。 京都新聞2013年7月12日付20面。そうだ京都、以降、こだわりの一品を求めて味気路地探訪。東海旅客鉄道。2014年1月20日閲覧。エンタ魂、住人10食から、家の数だけある家族の形。MBS テレビ。2014年1月9日閲覧。路地、連歌原作者、麻生先生が来られました。味気路地。 2014年1月9日閲覧。佐藤健一、乙女心くすぐる、原風景京都の恋の物語がおすすめ。読売新聞2012年2月27日付。東京遊刊10面。ありがとうございます。